あ、来てくださったのですね。あと少しで朝練が終わりますので、少々お待ちいただけますか。実はこれも連続した動作の一部なんですよ。流れを止め、姿勢を維持することも精神を鍛えるのに役立つのではと思い。で、先生はどうしてそんなところに？え？修行中なら周りの視線に動じず平常心を保つべき。それはそうなのですが、やはりこれは無理です。